おお、わかる。チュートリーシャンテン？え？間違った。でもドラドラかだ。そうだわ。これもう泣きますね。ポンス。これさ、はい、全部泣きます。これさ、そうそう、今シーズンの始まり結構あるじゃん。はい。言いそうもポンでいいの？泣きます。ああ。はい。要はもうドラが泣けないっすもん。つまり、はい、そう、ドラが泣けないから、はい、ウーソーもイーソーも泣く前提で進めにはいかんっていうことだよね。そうですね。まあこの後なんかリアンメタツとかできたら、まあでもそれでもこれね、ウーソーは泣けるんだよ俺。はい。その役が限定されないじゃん。うん、めっちゃ早い単位かもしれんし、けどイーソーだとファンパイか、うん、まあ夜会暗号のケースもあるんだけど。まあでも、うん、それよりも言いそう普段から泣いて、うん、言いそう泣いたからって何でもある打ち手であった方が有利ですね。なるほどね、幅が広い方がね。はい、うん、じゃあもうこの人は言いそう泣いた時は役配バックもあるよの決まり、うん、で言いそうから泣いた時はもう絶対バックじゃなくて、うん、手役が確定してるよ、まあ、ちゃんととか役配あんことかの方が読みやすいっていう風になるわけね、うん、そうですね。何でも幅広く持ってた方がいいですね。ちなみにさ、これ白出たんだけどさ、泣きますね。チートイシャンテンなんだよね。絶対泣きますね。だってもうこのピンズのしごろがチートイに対して、うん、あのなんていうんですか、マッチ候補が一個もないチートイツのイーシャンテンなんで、しごろが良くないもん、ね、とてまだ一巡、まあ、変化の時間がかかるというか、俺これ覚えてないんだけど、今見てら泣くんだけど、さすがに泣きますよね。いやこれ絶対泣きますよ。あ、よかったです。病院に行かなくてよかった。まあヤンマン切るかイーソー切るかはどっちでもいいと思います。横伸びがある分イーソーイーソーもあるし、はい、けど、まあ、ストレートにイーソーの方が泣きやすいっていうね。はい、イーソーの方が出やすいんで、はい、はい、終わり。あとはもう、はい、終わり。あのウーソーリャンメン変化するかどうかだけですね。だね。まだ早々ウオーは使わないからね。ああ引っ張る、引っ張るじゃない、使える回数が決まってる。あ、決まってるんだ、うん、お疲れの模様。、うん。